はい、皆さんどうもおはようございます。今日はね、珍しく浦安側の方に来てみました。日付が8月22日9時5分なんですけども、これからね、下げが、いい感じに効いてくるタイミングなんで、ちょっと潮位が高いですけど、やっていこうかなと思います。キラキラっとね、あの杭の付近にじゃなくても、この辺にもなんかこの辺の 7,8 センチぐらいのちょっとか弱そうなベイとかチラチラいるので、ちょっとね、頑張っていこうかなと思います。アンガーさんは僕より下流側に3名か4名がいらっしゃるような状態ですね。はい、ベイトはいます、このエリアに。あ、で、切り方はこんな感じです。はい、ちょっと詰まっていい感じだと思います。僕このぐらいでも上限でこのぐらいが好きです。濁りマックスぐらいだったらこのぐらいが僕一番好きですね。はい、ちょっと見ていきます。水温、昨日は30、今日は 31.2 度、 31.1 度ぐらいですね。 31.1 度ぐらい超えてきましたね。やばいな、めちゃくちゃやばいですね。もうぬるま湯ですね、完全に。どうしたら釣れるんだい。ここはナレージ、根掛かりを恐れずナレージを使っていこうかと思います。あ、はい、ナレージの50を使っていきます。よろしくお願いします。いいんだ、フェイクグリーンゴールド、マークハリーさんにもらった、これでやっていこうと思います。杭の後ろちょっと僕あんまり地形お分かってないんで、地形ちょっと探りながらやっていこうかと思います。お願いします。まあスプリンガーでも良かったんですけどね、ちょっともしかしたら大きめのルアーも使うかもしれないということも考えて、バンド型のリンクスで来ました。すごいベイトいますね、ここ、ベイトサイズ的にはナレージ6号のがより近いですけど、よし、タックルはリンクス93を言ったか。杭の後ろとかも狙いつつ、あとはあっちの方とかもベイト群れてるんで、めっちゃこの間浦安家族さんと釣りさせてもらった時に、結構ね、あそこに馬の背があるのでとか詳しかったらさすが浦安、名前にね浦安ってついてる時あって詳しかったですね。めちゃくちゃすごい道具使ってましたね。ハイロール、あ、その時はあれか、テスタマッタ。それテスタマッタにステラだったかな、一番新しいステラ。あ、あれ。でしたね。ハイローラーも使ってるということでね。キビ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 という動きです。冗談が言えないぐらい痛い。やっちまった、靴も脱げた、いってー、竿とかの心配してる場合じゃないけど、いってー今までで一番痛いかも。なんか足に紐が引っかかってたのかな。マジかよ、どうしても防げなかった今は。あー、でもちょっとここにパッドが入ってるんですよ。ちょっとだけ助かったかも、パッドの上で。あー、痛え、やっちまった。完璧7ウィーク5ですねこれ。
いやー手袋も本当大事。一番その末端からやってるのは多分ここの肘の部分。あれ、これでちょっと屋根にしようと思ったんですよ、このタックルを、ボックスを。ここにちょっとパッドが入ってるんで、そこが少しだけ助かったかもっていうね。あぶねー、そこにちょっと糸がまあちょっとその強制なんですけどね。大丈夫かな、後から来るんでね、こういうのは。やっちまいました、久しぶりに。竿は一番ここに、パッと見竿は折れてなさそうですけど、結構リール打ち付けたんでね、一旦ちょっと切ります。失礼します。無理はしない、無理はしないぞ。結構強いぞ、強い強い強い。やばいな、早めに勝負決めたいですね。ちょっと背が怖いんでね。見てきた、見てきた、見てきた、オッケーオッケー。おっしゃ、しました。オッケー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 。流れが強いんでちょっとこう、強いっすね、すごい強い。うわー、当たっちゃう。いつきのシーマスか。はい、75ぐらいですね。逃がしていきます。水から出さないでいきます。スレなんで。いけるでしょ。よし、いったいった。オッケー。やっぱ水から出さないと言わんのが言わらにくいですね。うん、スレだとどうしてもね、あのスレがかりされちゃった子も思いっきりフルファイトしてくるから、やっぱ疲労が魚さんも激しいと思うんで、でも良かったです。いるのがまた分かりました。ボトムをねこう沈めてチョン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 ってやったらフッてきたんで、食ってくれたのかなと思ったんですけどね、残念ながらちょっとお腹あたりにかかってましたね。胸びれのあたりでした。はい。あともうちょっと、12時50分頃の出来事でしたが、あとちょっとだけやって帰ります。暑い。失礼します。